こんにちは、まるさんです。冒頭なんですが、いきなりお詫びをしなければなりません。YouTuber ベルさんのところで、この本のですね、プレゼントを応募したところ、実は当たってましたということで、ぬかがみお先生とベルさんの色紙と、それからこの特製ノート、文庫本みたいなんですよ。これで中身あのノートになってます。いただいておりました。はい、ありがとうございます。このお礼をね、なんか言いそびれちゃいまして、今日になってしまいましたが、大事にしたいと思います。お詫びの印にということで、実はフレーム買ってきました。これに入れたいと思います。というわけで、お詫びの印に、サイン、ぬかが先生とベルさんのサインをこうちゃんとフレームに入れてね、飾っておきますので、大切にします。ありがとうございました。本当にお礼遅くなって申し訳ない。というわけで、実はもう一つですね、お詫びの印ではないんですが、つい買ってしまいましたはい、教育系 YouTuber たくみさんですね。あの予備校のノリでというので、予備ノリさんでも呼んでるんですが、たくみさんが出された、難しい数式は全く分かりませんが、微分積分を教えてください、たくみという本が出ました。ね、中はね、結構こう対話型で、難しそうないわゆる微分積分が、説明されています。本当にはこうやり取りですよね、会話しながら進めている感じです。で、実はこの本ですね、たくみさんとベルさんの、コラボの動画の中でも紹介されてたんですが、その中でこのたくみさんの絵がですね、サイコパスと言われまして、みんなどの顔も一緒だよって言ってるんですが、実はつけました、一つだけたくみさんの顔が違います。なので、サイコパスではありません、そんなあのたくみさんの違う表情を一つ見つけるのも、もっとあるのかな。とりあえず今一つ見つけたんだよな。たくみさんの顔全部同じ表情ではなくて、一つだけ僕は見つけました、違う顔というのも、楽しみかと思います。そんなわけで、高校3年間の笔跡がたった60分で感動的にわかると書いてあります。どんな本なんでしょうね。実は買ってきたばっかりなので、早速読んでみたいと思います。どうもありがとうございました。こう稼ぐブログ、というのにちょっとやって、取り組んでまして、実はあのこの令和になってからですね、ブログで稼ぐという、まあ、講座といったらいいんですかね、セミナーといったらいいんですか、それをちょっと受講しておりまして、まあ簡単に言えば SEO 対策をしっかりしてブログを作ると、まあ、それなりにアクセスがあって、Google のアドセンスでちゃんと、まあ、少しずつつけてお金が貯まっていくよという話なんですけど、もう1ヶ月で実はちょびっと、出ました。まだ本当にね、1桁ではない、2桁ぐらいかなんですが、少しずつ増えてきてる感じがします。で、今まで実はホームページとか作ってきていたんですが、なんて言ったらいいんだろうな、技術的にはね、作り方が分かっているの、サーバーの設定も超分かっている。ただその SEO とかが分からなかったので、こんな風にやるんだ、あ、違う、 SEO は知ってたんですよ、知ってたんですが、それはあくまでもヘッドタグで、ね、HTML のヘッドのタグの中に、キーワードメタタグでキーワードとか、ディスクリプションとか、その辺のところぐらいしか実は思ってなくて、いや、もっと世界が深いんだなということを改めて、知りました。というわけで、この、稼ぐブログの方もですね、ちょっとずつ報告していけたらなと思っております。そんなわけで、今日はこのお詫びごめんなさいねというのと、買っちゃいましたというお知らせでした。はい、それではまた、バイバイ。富士山見るなら山中湖。
チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。